terakhir di babak, bisa dibilang babak penyelisihan kualifikasi, tim V lawan Z. Nanda yo kore. Dou natten da yo. Aite wa saikyou no team V da zo. Ore nuki no 10 nin de tadakatten da zo. Uso da ro. Moshikashite koitsu ra. Katsu no ka? Awak kan yang ngasih gue. Seperti biasa, Blulog episode ke-10, beginilah. Nani yatten deh, omae ra! Honki dase, baga! Juni aite ni makeru to ka, matikashiku nee no ka yo, tako! Malah nyemangatin aja, nyemangatin lawan.夢を夢で終わらせる無類人間にはならない。たとえ一人になろうとも、どんな手段を使おうとも、俺は俺が勝つために逆転なんかされるかよ。こんなとこで負けてたまるか。俺はあの人たちのおもちゃじゃない。俺は与えられたもので満足するような人間じゃない。 欲しいものは自分で手に入れられると証明するまで負けられないんだよ。負けるのがそんなに怖いか。ジェラインジで人たちが敗北2初めては俺が奪ってやるよ。クソが。ナインダソーニのこいつのせいでパスコースが極端に狭い。ワンサイドから簡単には切り込めないし、こいつのストーカーマンマークを剥がしたい。 一番がこぼれ球狙える位置にスタンバってる。許して攻めたらボールを奪われる。逆転だけは避けたくない。でも攻め方が、いや、このフィールドは今こいつらチームZに完全に制圧されてる。俺が、俺とナギが負ける。 俺に渡せ。なんだこいつ、初めて自分からアクションした。俺やってみる。なぎ、なんだよ急に。こいつにドリブルなんて武器あんのか。ロビング、胸を意識させといて股抜き。 頼む今村。オッケー、ついていく。サイドリパス。やばい、先に反応された。よし行け。あいつの動きがチーム V のリズムを変えた。ゾンたち、ゴール前にエグいの頼む。初めてだな、お前が俺に要求するのは。 なんで俺こんな感だってんだろ。レオがあんな顔するから。初めて負けるって思っちゃってるから。それともさせるか。めんどくさいって思ってた奴らがかっこよく見えたからかな。でも生まれちゃったんだからしょうがないや。この好奇心は止められない。俺はサッカーで、俺を止めない。俺たちだけじゃなかった。この極限で覚醒するのは。この怪物も同じ。ナギ、お前。ねえレオ、サッカーって面白いんだね。俺の人生は 退屈に満ちていた。好奇心というものの栄光を手に入れる。この瞬間までは、あと何点取る。これでいい。これで俺が勝ち残りだ。最悪だ。逆転できる流れだったのに。あいつが自分でゲームメイクするなんて聞いてねえぞ。この一点は
あと1点だな。あと1点あれば俺たちは勝てる。あと1点、それだけでいいの？そうだ、俺たちにはもう攻めるしか道は残ってない。俺が決める。でも俺がゴールを奪うにはまだ何かが足りない。ゴールの匂いのする人間、それは間違いなくナギ。自分の意志で自由に動き始めた止めるなんて。バチロ、味方を探してる。そうか、俺たちは10人で走り続けてる。さっきのゴールでは敵が一気を吹き返してるし、さすがのバチロも体力的に厳しいんだ。どうする？俺に何ができる？何をすれば勝てる？サイドからぶち抜け、ジネリー。ああ、任せろ。恋の赤髪、次は止めるぜ。名誉返上だ。名誉は満開だろ。バカやめがれ。初速はこいつのだね。でも加速後のトップスピードは俺のが上。何回でもぶち抜いてやる。ナイスファイト、バカさんたち。マジかよ、読まれてた。もうダメよ、なんだ無事だ。お嬢さん、甘いぞ天才。奪うならこの位置だ。動きは読めないけど、戦況ならこの目で読める。残鉄を抜くためにジギリはボールを長く蹴り出す確率が高い。でもジギリがボールに追いつくまでの空間がウィークポイントになる。その地点に正確に走り込めばフィールド上のウィークポイントは消える。お前の足は俺が止めさせない。いい子だ、イサギ。後で領収書してやる。ゴール前止めろ。オッケー、人数足りてる。どこがだよ、ザルディフェンス。ゴールの上にいるやん。秋だろ。ポスト。いや、まだだ。ジギリの突破で左サイドに集まった敵ディフェンスと逆サイドのスペースに、どこからでもシュートを狙うあの野生人。ガガマルがいる。読み通り。メタフィシャルに合わせて足がいいね。マジかよ、すげえ。思った通りに。なんでこうなったの？バチラがジギリにパスした瞬間に、俺の脳内に浮かんだシミュレーションでは、俺が走り込んだ位置こそがウィークポイントだった。あそこさえ埋まればマイボールのまま一気に俺たちの波状攻撃が生まれる。そんな予感のインスピレーションだった。味方の武器を把握して試合状況とフィールド全体の動きをシミュレートできたのは、俺の武器空間認識能力があったから。そうか、こう使うのか。この目と脳で俺はフィールドの未来へ行ける。この力で奪うんだ俺のゴールを。よし、これで11人集まった。狐坂高校サッカー部はここから始まる。目指せ。
ただろ。全国って日本代表って、いやノリだろ。マジでいけるとか思ってるやつ前くらいだし、つーかこんな弱小校が全国とか。お前アニメ見すぎ。俺たちは地区大会ベスト8だぞ。もう十分しょ。カラオケ行こうぜ。いいね。ギリギリバン重いんだよ久保。お前とサッカーやってても楽しくねえよ。Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. 結局本気でサッカーをやってたのは俺だけだった。もういい。だったらもう仲間なんていらない。俺のことを認めてくれる人がいる。俺が戦うべき場所はここだ。たとえ一人になろうとも。チーム V は凪誠志郎の覚醒によって予測不能の攻撃を見せる。どっちが勝ってもおかしくはない。次の1点が勝負を決める。 だけどもしこのまま引き分ければチーム Z は3位で1次セレクションに敗退。その場合はチーム内の得点王が2次セレクションに生き残れる。今俺の得点数は3ゴール。でもさっきのゴールでクルミの3得点で並んだ。そしてフェアプレーポイントも同数のゼロ。だから残るはブルーロックランキング上位の人間が勝ち上がる。つまり俺が勝つ。だからこのままでいい。このまま何もしなければ俺は生き残れる。このままでいい。いいんだよ、このままで。いけそうです。お前は俺が止める。残念だな赤髪お嬢。ここに俺は今ロングカウンター。覚醒ホヤホヤの天才がいる。凪だ、戻れ戻れ。もう一点取られたらマジで終わるぞ。ナイスさんたち、よく見てた。ここだよな。今フィールド上でのウィークポイントは、お前は俺が逃がさない。よくわかる。ナイス先止めちゃえ。抜かれたらキーパーと一体行ったぞ。いや、ボールの落下点にはおそらくこいつが先にたどり着く。このままボールをカットに行ってもトラップでかわされる可能性が高い。だから俺がやるべきは間合いを取って回り込み、仲間が自陣に戻る時間を稼ぐこと。間に合った。また地面が鍵。右か左か。さあ来い、行かせない。Malah main rugby ya dia. Tim Z, faul. Aku sudah hantuk.
のためにやったことだ。でもお前、3ゴールで国神と得点数は同じだろ。じゃあこのレッドでフェアプレーポイント国神を下回るじゃん。ってことはこのまま引き分けたらチーム Z と一緒にクオンちゃんが敗退ってこと。うっせえな。分かってたよそんなこと。分かってたけど、つうかお前ら絶対勝てよ。世界一のストライカーになるのは俺だからな。ふざけんなよクオン。俺たちも勝つ。世界一になるのは俺だ。俺だろ。こんなとこで終わるかよ。怪我はないか。大丈夫。あと3分は。おい、レオ、どう守る。ボール回して時間稼ぐ。あ、何言ってんだお前。おし。こんな奴らに引き分けとか負けと同じだろ。TMV selain tiga itu gak ada yang benar dan ini biasa semua. Penalty area lagi. Yak 20 meter jatuh no free kick. Jika no nai kono bamen de shitte shitara, ore tachi ni kachi wa naku naru. Minna mo kanjiteru. Kono jokyou wa Kuon ga inakya sonzai shinakatta jikan da. Owatte ta hazu no ore tachi no jikan ga mada sukoshi dake nokotteru.何が何でもここを絶対止める。考えろ、俺がレオならマークがきつかろうが何かを起こせる気がき、いや、そう見せかけて斬鉄。どっちだ、うん、どっちが出す。いや、ここはブルーロックだ。あ、わかんねえ、やんやる一本にはわかんねえ。パスじゃない。エゴイストなら自分で撃つだろ。やばい、こいつは早い。残鉄。あいつ。フロント壁ディフェンス。ボール決まっちゃった。何？ダッ。フロント何？あと一点。止めろ！Mentalnya gila dan lagi. Mata dah. Shinobi da. Nanda ya, sore. Hontou ni dou natten da yo. Aite wa saikyou no team V. Ore nuki no 10 nin de tadakatten da zo. Moshikashite, koitsura nara hontou ni.行けー、急げー。さあ、ラストチャンスだ。あ、バッケ、ウソや。ゲームもしてごめん、ラマティネ、アダエクスパンや。アディショナルタイム、ブルーロック。ピッチの上じゃ、俺がキングだ。バロ。下手くそ。見てねー。それ、バローのつもりか。何やってもガガ丸のまんまじゃんかよ。はい、じゃあ次イサギ、誰のモノマネでしょうか。選手権いいなぁ、納豆俺なんかずっと高んだぜ。いいかげんかい。正解ナムさん、ナムさん。よし、じゃあラストお願いやります。よっ、待ってましたヒーロー。いけー、大当たり。俺たちに負けた時の肉どこチョイスしてんだよ。キャワワワルミ。Okay.Oke guys, itu tadi adalah Blue Lock episode ke-10. Pertandingan yang sangat epic dari tim V melawan tim Z. Dimana tadi di awal-awal kita udah tahu bahwa skornya itu 3 sama. Dan serangan tim V berhasil ditahan sama tim Z, yaitu dari titiknya yaitu Reo. Reo yang dijaga sama Raichi, Zantetsu yang dijaga sama Chigiri, dan Nagi yang dijaga oleh 2 orang.
itu tim V nggak bisa nyerang. Cuman ternyata di situ Nagi terbangun, bisa dibilang Nagi berinisiatif. Yang awalnya itu Nagi yang selalu nunggu umpan dari Reo, akhirnya dia berinisiatif minta bola ke Reo. Minta bola, Reo passing, akhirnya serangan tim V bisa terbangun lagi. Dan dari situlah Nagi akhirnya berhasil mencetak skor ke 4. Di situ kembali lagi tim Z ketinggalan poin, yaitu ketinggalan 1 poin. Dan di situ akhirnya mereka yang awalnya berinisiatif untuk bertahan dan menyerang balik, namun ternyata Raichi yang tahu kalau waktu udah tinggal sedikit dan kita nggak bisa lagi bertahan, kita harus menyerang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyerang secara all out. Dan tadi awal lagi dari Bachira ke Chigiri, Chigiri yang berhasil melewati Zantetsu, cuman bolanya hampir dipotong oleh Nagi. Dan ternyata di situ Isagi kembali muncul dengan kekuatannya, yaitu bisa dibilang ya metavision lah, cuman ini versi bayi gitu. Metavisionnya itu baru-baru muncul. Nagi yang akhirnya bisa membebaskan Chigiri, akhirnya Chigiri berhasil shooting namun bisa ditahan oleh kiper. Dan akhirnya di-rebound oleh Gagamaru, tapi bisa dihentikan juga oleh Reo. Namun bolanya jatuh ke kaki Kunigami dan akhirnya Kunigami mencetak skor. Dan dari situ balik lagi keadaan seri menjadi 4 sama. Dan tadi akhirnya kita juga melihat momen di mana Nagi yang berhadapan dengan 1 lawan 1 dengan Iemon, namun digagalkan oleh Kwon. Kwon yang harusnya bisa lolos sendiri kalau dia diem doang. Ya, kembali lagi namanya ada plot twist atau drama di sini. Kwon akhirnya mendapatkan kartu merah menghentikan Nagi secara paksa. Di situ tim Z masih bisa bertahan dan free kick dapat untuk tim V. Tim V free kick diambil oleh Reo, namun Reo nendang langsung tapi dibaca oleh Iemon. Dan disitulah balik lagi counter attack terakhir dari tim Z. Dan nanti episode ke-11 kita akan melihat hasil akhir pertandingan antara tim V melawan tim Z. Buat kalian yang suka dengan reaction kali ini, silakan follow channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.